はい8回目の動画です今までお話ししてきました生死と演技をめぐるお話の一区切り最終回になります前回お話をしたのが「三国志演義というのは朱子学に基づいて劉備が正しいということを示すためのストーリーである。 というところから、悪役である曹操の実像に迫るには、三国志演技を読んでも仕方がない、無理であるというところまでお話をしました。で 2, 回目2回ぐらい前の動画でお話をしたんですけれども、中国における歴史書の役割といいますのが、画面にあります通り、あるべき歴史観、 理念を表現し、えー、倫理的な手本になることが、えー、究極の目的とされている本です。えー、三国志演技も、えー、劉備の、えー、正しさを、えー、表現していくということがさっき、えー、前の動画で指摘されていました。で、じゃあですね、静止三国志はどうなのかと言いますと、えー、これも歴史書には違いないわけでして、で、ましてや、 まあ生死と言っているぐらいですから、その旗頭のような存在なのであるというふうに本に書かれています。つまり、この生死というのも、歴史とはかくあるべしという理念に偏っている、変更しているというふうに書かれています。どのように変更、偏,偏っているのでしょうか 三国志の正史三国志の一番の特徴としましては曹操が建てた義,義の国をそこだけを正統の国家としています正統の国家という表現は直接は出てきませんが曹操曹操の子供の曹飛が皇帝になった曹氏の皇帝だけを正式な皇帝として取り扱うという形式をとっています で食の劉備とか語の尊権が皇帝を称した、即位したことこと,というのはえ記録はされておりますが、陳寿、この聖子三国史を書いた陳寿は正式な皇帝というふうに、えー、見える形では書いていない、つまり正当性を認めていないというふうに指摘できます。なんでこんな偏りができるのかといいますと、 えー、これは有名な話かもしれませんが鎮守、えー、というのはもともと諸に生まれた人ですが諸が滅びた後とを滅ぼした精、えー、神、えー、義の跡を継いだ精神という国に仕えましたですから鎮守、えー、が生きている時代の、えー、国である精神これを正しい国であるというふうに示すためにはその源である、えー、曹操や義 の正しさを表現する以外に方法がなかったという制約があったということになります歴史書である三国志と小説である三国志演義というのは対照的に思われがちつまり全然違うものであるというふうに捉えられますが実は基本的な成り立ちはそう変わるものではない同じであると いうのがこの本に書いてあるこことですこれはすごくびっくりさせられることだと思うんですがどちらも「各あるべし」という歴史観を表現するということが本質にあります。歴史書の方では「義」が正しい国であるということを表現するために本が書かれ「三国志演義」の方は「職の正しさ」を言うために本が書かれた。 ということで食と義の対立関係どっちを認めるかというのは違うわけですがどちらかを正しいということを出来事に沿って表現していくというところまで、えー、下がってみれば一緒,一緒じゃないかというふうに書かれているわけですでその表現する方法として三国志演技というのは虚構をも用いた 劉備が正しいということを実際にあった劉備の記録だけを組み立てていくだけではなかなか表現しきれなかったようでいくつかのフィクション架空のこと虚構を入れていく必要があったまた歴史書である三国史というのは一応は事実のみを用いるという形をとっていますですがじゃあ 三国詩、聖史の方に書いてあることが全部本当かというとそうでもないといったことについては本でもう少し詳しく触れられていましたがここの動画では省きます、えー。羅漢中、三国志演技を書いた人たち人はですね、三国時代から約1000年経った後の人です。なので、直接見聞きすることは絶対に不可能。 さまざまな、えー、前から伝わっている記録とかに基づいて、えー、劉備を表現するしかなかった陳述の方は同、えー、時代人という言い方を前に説明しましたが三国時代を生きた人ですから羅漢中よりは有利には違いないけど <laughs> 時代があの重なっていればですね正しいことを書くのかというとそうとも限らないということで、えー 本ができた時代による違いもあるのではないかというふうな気がします。ただ作ら作られたのが後ならば、えー、虚構、嘘ばっかりでも仕方がないというわけでもない。この辺事情が難しいものです。はい、えー、本のせあの紹介はここで一回とどめましてですね。ここから私なりに、えー、まとめてみたいと思います。 動画は全8回も撮ってきてしまったんですが何が言われているのかということです。で今教科書に使っているのが袴田雄一先生の、えー、史実としての三国史なんですが、えー、一般向けといいますかこれから三国史を学びたい人に向けて、えー、分かりやすく書いてあるよっていう体裁の割には冒頭から初、えー、めから、えー、すっごく難しい <laughs>、あのー、動画で私が 順を追って話してきましたがなかなかシンプルに A は B である以上みたいなふうに解説をしてくれ,くれなくてこちらにですねいろいろ考えさせることを迫ったりとかですね当たり前と思っていることを疑ったりとかするっていう揺さぶりがかかってきた本でしたで一番言われていることはですね、えー、歴史書と史実と、えー、物語や小説と虚構 という、えー、我々がなんとなく日本語では理解している既成概念、えー、一般的な言葉遣いを疑わないと三国志を理解することはできないということが言われている。えー、直接は書いてありませんが、えー、このように思いました。で歴史書には、えー、史実が書いてある。 当然、嘘があるかもしれないが、基本は史実に基づいているし、歴史書を読んでいけば、おのずと過去にどうであったかということには行き着けるはずだ。っていうものが一方にあり、もう片方にはフィクションを交えた小説があって、どうしても虚構混じりだから眉唾で読んでいく。で、当然ですね、歴史書と物語を混ぜてしまう、混同してしまうということはあってはならない。 というのがなんとなくの感覚では想像つくといいますか思うしあの皆さんもそう捉えているのではないかなと思うんですが本当にそうか、えー、その理解ってかなり大雑把で雑で三国志を理解するときに、えー、十分に考え尽くされたものではないんじゃないかなっていうふうな問題提起がされている本だったのではないかなと思いますでこの本いわく、えー、正しさ 義とか理念っていう言い方がされていましたがそれを伝えていく書物という意味では陳寿の三国史とラカン中はどちらも同じものであるあの質的に同じものこの質的ってことは私がプラスしましたが本の種類としては実は狙いですとか成り立ちは似てるのではないかなとで一方ですね実際にどうであったか というふうな柄事柄の量的な比率配合の度合いが、えー、それは一緒ではないということは言われています。ですから、えー、生死と物語は一緒であるというのは、えー この本の中で書かれているのは、えー、両方とも一緒であると書かれていますがもうそれは完璧に一緒で、えー、どちらも、えー、質的にも量的にも一緒だみたいな雑な議論がされているわけではなくて共通点は実は大きいんじゃないかな、えー、全然違うものとして対立して捉えているだけでは見えてこないものがあるよっていうふうなことが書かれていたのではないかと私は少なくとも読み取りました 特にですね、三国志演技というのは、中国の伝統的な歴史書であると捉えている。演技は歴史書である。演技は歴史書である。と捉えるというところから、我々の思考、三国史を捉えるときのです、ね、頭の使い方がですね活性化していくというか、どの部分が三国志演技は歴史書なんだろうとか、これはひっくり返してもよくて、生死 三国史は物語であるって言った時にですね一見あそうかそうではないんじゃないかっていうように、まあ、もしくはですね言い間違えているのじゃないのっていうふうな捉え方になるんですが実は言い間違いではなくて三国志演技はこうこうこうだから歴史書と,としての側面を持つんだよとか生死についても、えー、物語や虚構としての側面があるんだよということ をシャッフルしていくっていうことがこの本の中で試みられていることであり問題提起されていることですですから2つの三国史と題して生死と演技というものをですね2つのって言って並べていてで生死の話をしているかと思ったら演技の話をするし演技の話をしていると思ったら一方生死はって言ったりとかあのまるで あの我々を翻弄して楽しんでいるんじゃないかという悪趣味な匂いも感じる解説でして本当に理解するのが難しいだから動画にした動画にして私なりに読んでみたいと思ったわけですがうんこの記述はですねあのスルメイカのように時々思い出したようにかむとですね新しい発見があるのかもしれないというふうに、えー、理解をしました。 はい、えー、これにて、えー、生死と演技に関するお話については、1回区切りとしたいと思います。ありがとうございました。